どうもクロスロスードラボです、えー、今日はですね北海道もついに、えー、この夜のね飲食店とかに、えー、休業要請が出ましたはいそれを受けてですね、えー、この自分の店も休業することになったんですけど結構ね YouTube のコメントだったりとかあとは、えー、Twitter のね DM とかで心配していただく声がね多いのでちょっと一回こう動画にしておこうかなと。 思いましてさらにはですねやっぱりあのまだどうしようとね悩んでるというかこれからの身の振り方が決まってない、えー、こういう自分みたいなね超小規模飲食店の方々に一応向けてというね、えー、動画ですはいでまあ超小規模飲食店ということなんですけど、えー、このお店はですねまあ一応俗入バーみたいな感じなんですよね。 で従業員はですね今使ってないので僕一人だけなんですよ。まあ、人をね雇ったとしても昼間ちゃんと定食のあるようなえバイトさんだったりとかなんですけど普段はねあとはまあ奥さんがねっていう感じなんですがなので常に出るような常勤みたいな、えー、従業員っていうのはいないんですが、まあ、従業員の心配をしなくていいっていうのは経営者的にはすごい、えー、一番楽な方なんじゃないかなとは思います。 でまあ、僕より全然ベテランの経営者さんとか海鮮山腺の経営者さんたちはもうね身の振り方というかどうするかっていうのはもうえ決めて行動している方もいらっしゃると思いますしまあ行動しないんでも全然耐えきれる方々もいらっしゃると思うんですけどやっぱりね今やらないといけないっていうのはちゃんとね状況を把握してその先のことをちゃんと考えているかということなんですよね。一応まあ休業要請5月6日まででなんですけど どう考えても5月6日以降に元に戻るわけじゃないじゃないですかはい、それはね誰しもがわかると思いますけど今回のあの緊急事態宣言も緊急事態宣言が出たからどうのとかいうことでもないと思うんですよあとまあ、えー、名指しでねバーとかキャバレーとかどうのこうのって言ったからどうだっていうわけでもないと思うんですよねまあ、この新型コロナウイルスの感染がどんどん広がっていったらどっちにしたって人は出なくなりますから 外出たらやばいと思いますからねみんな <laughs> なのでまあ国がこう名指ししたからお客さんが来なくなったとかあとは緊急事態宣言が出たから出ないから解除されたからどうのこうのっていうわけではないと思うんですよ内心ねみんなわかってるとは思うんですけどねそれね下手したら半年1年2年、えー、3年とかね5年とか続く可能性だってありますしね はい、もう世界中のなんか研究してる方がそうやって、えー、言ってる方いっぱいいるじゃないですかだから僕たちはやっぱりね最悪の状態をちゃんと考えておかないといけないということなんですよね。まああれですよ飲食店といってもみんなに当てはまるわけではないですし10件あったら10軒、えー、営業形態だったりとかね、えー、事情だったり様々違いますから当てはまる人だけ聞いていただければなと思います。はい、で北海道もそうなんですけどまああのー 休業保障だったりとかね、協力金という形でお金が出たりとかするとは思うんですけどね、まあ、東京だったら50万から100万円とか北海道だったらねえ、僕たちのようなところは多分20万円とかですね。出てもねあの休業に協力したという、まあ、一応営業保証という形らしいんですけどですがそれぐらいのお金もらったところで別に、まあ、もちろんすごい助かりますけど家賃とか払いますしね。 だけどその先どうなのかっていうことが大事なんですよねまあとりあえずそこでお金をいただいてその場をしのいでる間に次の身の振り方を決めないといけないということだと思います要は猶予というかね今の時点でちょっと苦しいっていう人はとりあえず店を畳むことをまずやっぱり考えた方がいいと思いますねまあこの騒動が始まってからまだ半年も経ってないじゃないですか この状態ですでに厳しいとか来月の支払いがもうやばいっていう人は、えー、やっぱりちょっとと身の振り方方は考えておい,た方がいいいいいたがんじゃないかなか思いますそれに僕たちみたいなこういう個人店で、えー、さらには従業員がいない場合そして借金がないようなお店だと一、えー、回閉めてそれでちょっと違う仕事頑張って探してねそして店のこういうね備、えー、品とかは全部ありますから、えー、また。 再起を図るっていうのは結構ね僕たちの商売僕ぐらいの規模のお店だと簡単だと思いますちょっと大変ですけどねオープンっていうのはやっぱり書類書いたりとかいろいろありますけど精神的な負担っていうのはそんなにないと思います体力的なっていうのがいろいろあると思いますけどはい、面倒くさいとかねだけどこのままやってて借金がどんどん膨らんでくくらいなら一度店を閉めた方がいいんじゃないかなと僕は思いますね やっぱり経営者ですから経営のことをちゃんと考えないといけないというねどうしてもこう個人でやってるお店とか特にあの経営という、ね、観点からよりも感感情情のの方方がが移入ししちゃうことの方が、ね、店に対してね多いわけですよだからやっぱり思い入れがあったりとかこの場所に思い入れがあったりとかあとはせっかく長くやってきた店なのにここで閉めるっていうのはなとかね いややっぱりね結局借金とかやっぱりよっぽどの状況じゃなければあの何度でもやり直せますからそして僕たちのような規模だとやり直しやすいのでそれは一回考えた方がいいと思いますね。まあ、もちろん5月入ってね今の状況より全然良くなってたらもちろんラッキーなんですけどまあ5月入って良くなってるって言ってる人はまずいないですよね。うん、って予想してる人はほとんどいないじゃないですか。 もちろん今の状況より良く,なった良くなって緊急事態宣言が解除されたとしても外に出る人ってそうそういないんじゃないかなと思うんですよ、はい、自主的にね、はい。そして会社も自粛するでしょうしこの町はね、えー、と夜のお酒を出すような飲食店が居酒屋も含めたら300軒くらいはあるんですよね。で人が出なくなったのはねやっぱり最初の,あの緊急事態宣言の時からですかね。 あれのねちょっと前から人はどん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 出なくなって3月のね13日から1人も今まで確か感染者出てないはずなんですけどこの町はねそれでもやっぱりねテレビとかの影響で全国がこういういい状況でですすから人っってやっぱり出ないんですよだからやっぱりこんな北海道のかなり田舎の地方都市でも、えー、そういう影響を受けてますから全国的にもね小さい町でも多分相当影響を受けてると思うんですよね。 まあこういう店の規模だと飲食店としては多分最小規模だと思うんですよね店の広さとかじゃなくて、えー、形態としては最小規模なんですよねやっぱり従業員がいないっていうところがありますし個人事業ですし、まあ、店の経費を引けばそのまま自分の収入になるという形態ですから、まあ、最一番最小の規模ですよね。 なんですけどまあ世の中ね、ね飲食店って一括りに言ったってめちゃめちゃいろんな種類があるわけじゃないですか。お酒を出してないようなところもあれば例えば従業員がめちゃめちゃたくさん抱えてたりとかね、えー、そういうところもあると思いますしあとは他店舗経営の方もいらっしゃると思いますしね、まあ、あと他にこに不動産持ってたりとか他に収入源がたくさんある人だったりとか借金がどれぐらいあるかっていうのは結構重要ですよね。借り入れね借りり入入れれれねがどれぐらいあるか これはかなり重要ですねあとは賃貸なのかどうなのか、はい、ここは賃貸なんですけど自分の持ち物件なのか賃貸なのかあとはまあ個人事業主なのか会社なのかもそうですし、まあ、経営者自体に家族がいるのかいないのかあとはもう潤沢に蓄えがあるのかどうかだからそれだけこう組み合わせがねそれだけの条件がいろんな組み合わせで組み合わさって多種多様なね携帯になると思うんです。形態と言ったらあれですけど 状況になると思うんですけど、まあ、一番、ね、リスクのない形態っていうのは持ち物件さらには借金がない、えー、こういう従業員を扱ってない形態っていうのが一番リスクはなくて店をこう、まあ、休んで他の仕事を、ね、しばらくしてでもポンと、ね、戻ってきやすいじゃないですか自分の,お店あの物件ですからね家賃かからないですよねほっといても、はい、そういうとこは一番、えー、リスクはないですね。 一、ね、回店を閉めるっていうのは結構酷かもしれないですけどもうそろそろろちゃんとと考えておくべきかなとは思いますねもちろんあの大家さんと交渉して家賃を安くしてもらったりとかしばらくこう家賃ね、えー、免除してもらったりとかいうことができればなおいいんですが、えー、大家さんもやっぱりあの収入がないと困る方々たくさんいますからねあの大家さん全ての人がお金持ちなわけじゃないですから。 大家さんのことも考えるとそんなに何ヶ月も、えー、免除してくれたり、うん、安くしてくれたりっていうことはちょっと考えにくいわけですよ。例えばこの先1年続くと思ったら1年間免除とか1年間、えー、減額っていうのはちょっと難しいと思うんですよね。まあ最悪の状態ですよ1年間2年間続くってなったらね。1ヶ月2ヶ月乗り切ればなんとかなるっていうわけではないと思うので <laughs>。 そこははちゃゃんんとと現実を見た方がいいいいじななか僕思ます、はい、やっぱりこう小さくやってる個人店の方がね損切りっていうのがねすごい苦手だと思うんですよね普段からそういうことに慣れてないですからやばいなと思った時にバスッと切ることができないというか本当はあれなんですよねやばいなと思ったらバスッと切ってもう一回再起を図った方が、えー、経営としては正しいんだと思いますし。 先行きが見えないわけですからねしかも従業員をたくさん雇ってる場合とかは従業員の給料が払えなくなった時点であ店はもう畳もうっていうふうな決断できますけど自分一人とかなるとだましだましやっちゃゃうじゃないで何か,かいろんな支払いを遅れてでも電気代遅れたとか水道ガス遅れたってなってもだましだましなんとかこう、うん、しがみつくというかね それでやっちゃって結局借金が気が付いたら膨らんでてうーん首くくっちゃう人とかもね今までやっぱりこういう状況じゃなくてもたくさん見てきましたからやっぱりなりがちなんですよね1人とかでやってると。身近なな人にに迷惑かかけていいいいいい分ねねそういうふうう陥りやすとととここ多だ思います、はい、まあ、小さな店はね固定費が少ない分潰れにくいのでだま,しだましだましだましやっちゃうってことですよね。 まあ地震とかね火事とかで店がもう跡形もなくなくなっちゃったっていうんだったらみんな割り切ってね再起を図るしかないと思うんですけどうんいまいちこう実感がないですからねやっぱり店がこうやってちゃんとねえいつも通りの状態になってて街に人がいないだけですからまたすぐねえ街に人が戻ってきたらいつも通りの状況になるんじゃないかという期待をかけちゃう気持ちはね わかるんですがちょっと難しいいんじゃないかなと思います、はい。だからまあこの先お金が国から出たとしても知れているとは思うんですよね。100万200万もらって何ヶ月か持つかっていうのが結構知れてると思いますし特に家賃高いお店とかはもう100万200万もらったところでそんなに持たないですよね。プラスアルファ生活費もあるわけですから自分たちのね。 あとは結構あの今になってクラウドファンディングやってる方えお店とかねライブハウスとかあとはまあクラブだったりとか結構え僕の周りも見るんですけどちょっと危ないところもあってねあのリターンを設定してるクラウドファンディングの場合あるじゃないですか例えばえいくらのコースいくらのコースいくらのコースっていうのがあっていくらのコースだったらこういうリターンがありますよいくらのコースはこういうリターンがありますよっていう風な。 リターンを設定している方いらっしゃると思うんですけど、店が持たなかった場合っていうことをちゃんと考えておいた方がいいと思いますね、はい。店が持たなかった時って、そのリターンを使えなかったりとかね、例えばチケットだったりとかするとリターン使えないじゃないですか。だからなんかあのせっかくこうお金を出してくれた人たちにとってはお金をなんか持ち逃げされたみたいな感覚になりやすかったりするので。 それだったらもうあのリターンなしのクラウドファンディングにしたりとかこっちとしてはコストががかからなないいいいようなリターンをした方がいいと思いますねせっかくあのせっかく寄付してくれたのにリターンが大きいと例えば T シャツとかタオルとかね物販的なリターンだとそっちの経費もかかるじゃないですか結局そこでプラマイが生じてくるのでせっかくお金出してくれた意味がちょっと薄れちゃうんじゃないかなとは思いますはい。 だからやるんなら寄付,寄付型のクラウドファンディングの方がいいんじゃないかなと思いますね。一時しのぎとしてはいいんですけど見通しが立たないわけですからねうんまあ最後にですね結構個人店みたいな人たちの方が声がでかいというか情報発信しやすいですからこうやって、ね、YouTube 使って情報発信とかしますけど実際ね僕たち以上に大変な人たちの方が多いんですよね。はっっきり言って僕たち こういうい最小規模の飲食店はまだいい方で一回店閉めちゃって再起すればなんとかなりますし借金ある人でも僕たち規模の、えー、お店で作った借金だったらそうででもないです個人で作った借金は分かんないですよどれぐらいあるのかでもまあお店で作った借金というのは知れてると思いますし、えー、赤字で借金がかさんでたところはもう閉めた方がいいですそもそも。 もともとね,ね赤字で借金が多くなっている人たちはね改装、まあ、とかで借金があるっていうのはしょうがないですが本当はね一番辛いのはやっぱりあの人が集まることによって成り立ってた仕事っていうのは全く意味をもう仕事自体が成り立たないじゃないですか例えばもうライブハウスだったりとか、まあ、さっき言ったクラブだったりとかねあとは音響会社なんてそうですよねイベントないと始まらないわけですからはい。 あとはまあイベント会社もそうですしねイベントに関わる会社、まあ、そういう人が集まらないと成り立たない仕事っていうのはもう絶望的ですよねはっきり言ってなん僕もう何て言っていいか分かりません <laughs>、はい、正直あとはまあもちろん僕たちのこの飲食店に関連した仕事もそうですタクシーとかねタクシーなんてもうこの間、えー、タクシー会社の人に聞いたらもう頑張って稼いでも1日1人2,000円だったりとか。 そんなレベルだって言いますしこの街でねだからやっぱりね本当は僕たち以上に苦しい人が多いなとあとは観光地も絶望的ですしね旅館とかホテルとかうーんそういうとこは特に観光地の旅館ホテルですよねあとはバス会社もそうですしね意外とこの中国から資材が届かないっていうんで工事がストップしてるような会社たくさんありますしまあ航空会社なんて桁が違いすぎてね赤字の。だからなん とも言えないですよねもううん、まあ、結構数が多いですから飲食店がねテレビで取り上げられること多いと思うんですけど相当ねコロナウイルスの影響で打撃を受けて、まあ、テレビにもね取り上げられず保証も受けられずあっという間にね倒産しちゃったという職種の方って結構いらっしゃると思うんですよね。そしてそれで失業された方も相当いらっしゃると思うんですよ。 もう今僕たちはまだこう小さい規模でやってますから、なんとか耐えてますけど、もう一瞬で耐え切れなくなるような職業っていうのはいっぱいあると思うんですよね。だから本当はね、そういう職業の方たちがあの不憫でならないというか、むしろなんでこう飲食店だけが保証がどうのっていう話になってるのかなとは僕は思いますね。やっぱりね、僕も20年 えこの店やってるんですけど20年やっててやっぱり最初の10年とかはね結構お金がたまんないような経営のやり方は駄目だなっていうことに何回もねこう気付かされたことがありますし特にまあこう動画を見てる方で経営者の方いらっしゃるかどうか分かんないですけどまあこういう規模のね経営者の方がいるかどうか分かんないですが来月どうする再来月どうするっていう考えてる人は。 えー、さっきも言ったみたいに1回店を閉じることを考えた方がいいかもしれないですね経営をするっていう観点でね自分の置かれた状況を客観的に見てちゃんと判断することが経営者にとっては大切なんじゃないかなと僕は思います、はい、あとはまあ今融資受けやすいと思うんですけど融資は、ね、ちゃんとと考えた方がいいと思い思ます今融資受けて、えーまあ、収束しなかったらどうなるんだっていうことはちゃんと考えた方がいいですね。 まあ、さっきも言いましたけど緊急事態宣言が明けて5月,の、ね、5月に入っても人は出てこないと思いますしもしかしたら、えー、延長するかもしれませんしね、緊急事態宣言。イギリスもねロックダウンして外出した人には罰金とかね、えー、飲食店も営業できない状況になってるのにロックダウンをさらに延長しましたしねあれだけやってもまだ延長しなきゃいけないという状況なので、えー、日本はさらにこう緩いのでね。 ちょっとね5月に収束すするとは思えないですよ、ね、まあそもそもこうワクチンとかがね薬とかワクチンとかがどうにかならないとそもそも収束はないと思いますのでまたちょっと気持ちが緩んできてみんなこう外に出だしてそしたらまた広がる可能性もありますしね爆発する可能性もありますしこればっかりはねなんともだから財政的にちょっと体力がある人とかは 頑張ってこう持ちこたえてもいいと思いますけど体力がない人はやっぱりちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。あの現金支給とかは当てにしないでね、うん。現金支給はとりあえずもらってそれで考える猶予ううにしてもいいと思いますけど、うん、身の振り方方は考えた方がいいですね、まあ、そんな感じでうちの店はですね今のところ 店、まあ、閉めるというのはまた考えてないんですけど閉めるっていうかまあ閉店廃業するとは考えてないんですけどまあ分かんないですよねどういう状況になってくるのか本当にこの先、えー、1年2年3年って続いたらさすがにうちも体力がね体力というかもう閉めちゃった方がいいわけですよねそんな状態になっちゃったら無駄にこう、えー、経費だ固定費だけかけておくのは経営者としてはちょっと。 判断としてはおかしいので閉めちゃった方がいいですよねなのでまあ、追ってまた何か変化があればこういう動画作って報告したいなとは思いますはい。まあそんな感じでちょっと現状報告というよりはあんまりね今まで大きな決断を何回もしたことがない経営者の方とか独立してねそんなに立ってない小規模経営者の方とかに向けての一応動画ということになりましたやっぱり経営者なのでね自分で全部決めていかないといけないので そして判断の素早さっていうのが結構大事になってくると思いますのでせっかくね作り上げたものをまあこうやって一回壊しちゃうっていうみたいな気分になるかもしれないですけど、まあ、こういう小さい個人店はお客さんはやっぱり人についてると思いますので一回こう閉めてねもう一回やるんでも絶対再起できると思います今までがうまくいってたんだね相当の逆境だと思いますけど、えー、ここであの店を初めてオープンした時の 気持ちを思い出して、えー、もう一回ちょっと行動力を発揮する時なんじゃないかなと思いますはい、そんな感じで今日は、えー、終わりたいと思いますバイバイ